はい、皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。ということでですね、今回は8月の誕生石ペリドットっていうね、宝石にちょっとスポットを当てて動画をお送りしたいななんていうふうに思います。はい、まあね、ペリドットって聞くと結構ね、有名な宝石なので、まあ明るい緑色っていうね、ふうに皆さん思うと思うんですけれども、まあ本当その通りで、ペリドットは一色ですね。他に色がなくて緑色っていう宝石なんですけれども、割とですね、結構見る機会が多い宝石だと思うんですけれども、大きな結晶がなかなか取れない宝石なんですよ。ちっちゃなペリドットは結構あるんですけど、大きいものになると値段がドーンと10倍とかになる、ちょっと不思議な宝石なので、今回ですね、割と大きめサイズのペリドットをゲットできることができたので、まあね、それをちょっと皆さんにお見せして今日はやっていきたいななんていうふうに思います。それでは早速見ていきましょう。はい、じゃあ早速見ていきましょうかね。ペリドットは結構やっぱり透明度も高くてですね、輝きもとっても強いっていうね、宝石なので、まあ遠目で見てもその色が結構はっきりと分かる宝石でもありますかね。まあずっとこう人気が衰えない宝石っていう感じなんですけれども、今ここら辺の大きさでだいたい 4.5 キャラットぐらいあるんですよ。縦がどのぐらいだろうな、13ミリぐらいあるのかな。ペリドットってこのぐらいのサイズになるとすんごい希少価値が上がってきます。というのもですね、このぐらいだいたい6ミリぐらいのサイズとかだと割とまだあるんですよ。ただ1キャラットまあ超えて、2キャラット超えて、3キャラット、これがねだいたい3キャラット超えて4キャラットくらいなので、そのぐらいになるともう値段がドーンと上がります。何倍も上がっていくっていう風に、大きな石がなかなか取れないっていう宝石で有名な宝石でもありますかね、ペリドット。まあ本当純粋に何も説明がいらないってぐらいストレートに、あ、綺麗だなっていうのが一瞬で伝わるような宝石でもありますよね、ペリドットは。8月の誕生石で、まあね、結構だから夏っぽいというようなイメージっちゃイメージになりますよね。そしたらですね、今日もプレゼントしていきましょうかね。じゃあ今日はこの四角のペリドットが1、2、3、4、5、6個、6石あるので、じゃあこの6石のペリドットをプレゼントしましょうかね。そしたらじゃあこれも大サービスで、じゃあこのこっちの方が大きいかな、このサイズの、じゃあさっき言った4キャラットぐらいですかねのペリドットを、じゃあ1ピース、あ、ちょっと指紋がついちゃって申し訳ないですが、1ピース、じゃあこれ大当たりってことで、1、2、3、4、5、6、7個の宝石、7石のペリドットを、じゃあ抽選でプレゼントしたいななんていうふうに思います。この大きいの来た人、超ラッキーです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ということでですね、ペリドットはやっぱりこう見た瞬間にストレートに
色のこう強さというか鋭さというか、なんかねそういうのがストレートに伝わる宝石なので、やっぱりこう大きい宝石になるとその魅力がこう倍増していくっていうような宝石だと思います。まあね、お伝えしていたように大きなペリドットってなかなかなくてですね、本当に、まあ、3キャラットぐらいからアップになると全然その下のあのペリドットの値段と全然違う、もう倍何倍かになっていく。で10キャラットぐらいになるともうドーンと値段が上がるっていうね、ちょっと面白い宝石でもあります。まあね、大きなペリドットをいい値段でちょっと見つけた時はまあ本当出会いだなっていうふうに思うような、そんな宝石でもありますね。はい、ということでですね、今回はペリドットをご紹介していきました。またね、大きいペリドットを手に入った時はまた皆さんにお見せしたいなっていうふうに思いますので、またご視聴よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。